ばいよ。え、1試合に2本取るってことありますか。はい。すごい、すごい、すごい、すごいことですからね、本当に。狭山西武の3年生ですか、みんな。そうです。みんなそうです。これ全員ですか。全員で、まあちょっと学校とかで来てないですけど、いるんですけど、基本10、こっちは13、向こうに17ぐらいですね。あ、足開いてて、投げる側がもう地面に突きそうな、もう突きそうな感じで、これをこうやっといて、上半身でこうやっていかない。キムとか絶対硬いから、これを拾うのに絶対こうやっていくから。そうじゃなくて、この動きね、この動きの中で、シューがですね、しゃくんないレベル、膝を使ってレベル、これ、2分打ち続け。はい、はい、よ、はい、強く、強く、俺の雨は強く出る。どうでしょう、いつもやってるんですか。フートで、前、フートでの時やってます。あ、フートでやってるんですか。今日辛いですか、やっぱ。辛いです。僕のまま回る、お前らの場合さ、ピッチャーなんだから、はい、これを使いたいんだよ、はい、しっかり開いて、ケツを落として、はい、あれでは低めないんですよね。はい、よーい、はい、
はい、集めて。終わんないよまだ、ね。冬はこういうトレーニング主体ですか。主体です。フル量は今しかできないんで、はい、極力とにかく振らす。本当はトレーニングをしてその後に振りたいんですけど。はいはい、今先に1年生がトレーニングなんで。ああ、ジャイアンツの YouTube で、はい、モタ選手がああいうやってましたね、開いて。ああ、やってましたね、しんのすけがやらせて。そうです、そうです、そうですね、はい、結局多分そのしんのすけなんかもそうだし、柔らかいじゃないですか、ここは、はいはい、なんかよく低めのボールを拾うというか、はい、やっぱあれってやっぱり練習してこう使い出しとかないと、はい、できないですよね。そうですよね、はい、多分外人なんて多分硬いじゃないですか。はい、はい、そうです、ね、だからやらしたんだと思う。なるほど。こういう、こう広げるようになったら、多分止まるし、ギリギリの、なんかボール球でも拾えるようになる。よっしゃ。ドギモ、ドギモです。ドギモ書いてる。いや、もう中学生でこんな練習してんの。それ。見てもらおうか。この話すると、高校校の高校の練習じゃないですか。そう。いつもどういう意識でバッティングしてますか？力まないことを第一に。あ、なんかフォームでこう力まないなんか意識するように思います。打つときはどういう、とりあえずあんまり考えないように。考えない、はい、自分が反応したらなんです。あ、彼はどういう選手ですか？ランナーで溜まってるときに大きいのを当ててくれて、そこで大量得点があって、そういうところが頼れる4番で、頼れる4番。集めて、あれ今打つときって左足を少し内側に入れてると思うんですけど、どういう意識で入れてますか？と踏み込むときに自分は開いちゃう、開いちゃう癖がある。あるんで最初からこっちにじゃ置いてるっていう、はい、あ、なるほど。結局開いちゃうの戻すとね、まっすぐになる、はい、いいくらいになる。なるほど、なるほど。自分で、はい、お、自分でバッティングと研究することが多いですか？はい、多いですか、はい、素振りとか動画撮ったり、はい、いい選手のホームラン集見たり。あ、それは結構やってます。一人してる。あ、一人してる。というわけで今、狭山西武ボーイズの小野勝利君に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今、中学3年生だと思うんですけど、はい、今身長、体重って どれぐらいですか？身長は180センチ。はい、体重87。はい、めちゃガタイマックスで、自分の中で どうですか？目標のなんか身長、体重とかありますか？身長は183ぐらいまで。いやー、183、あー、いいですね、いいですね。体重はどうですか？体重95ぐらいまで。95ぐらいですか、はい、あ、なるほど。僕でも99なんです、体重。181の。めちゃめちゃバッティング、もうお父さんからすぐこう、いろんなホームラン映像とか送られてきて。
ら曲させてもらったんですけど、はい、今までで通算ホームラン数って自分の中で数えてますか？26本、はい、中学で26本、はい、やばくないですか？やばい。え、1試合に2本とか打ったことありますか？はい、はい、すごいことですからね、本当に。いつからそういうホームランとか自分でこう打っててめっちゃ飛ばせるようになりましたか？中2のまま夏ぐらいから打球が飛ぶようになって、ああ秋はちょっと調子落としたんですけど、はい、そこからまた何ヶ月かコロナが空いちゃって、はい、その期間結構自分の中で相当振り込んだので、ああ、そうなんです。そこからまた距離もまた一段伸びて、はいはい、そこから率も結構上がってきて、あ、ここ最近本当にボールが飛ぶようになった。ああ、都内の、この P2M っていうところに通わせていただいて、はいはい、ウェイトだけでじゃなくて、はい、総合的な体幹だったり、はいはいはい、いろんな体の部位のトレーニングをやらせていただいて、はいはいはい、トレーナーさんも優しく教えてくれました厳しいより優しい方がいいとそうですよね、はい、それでやっぱりなんか打球も変わったと、はい、なるほど。でもそれ大事ですか？股関節とか、はい、その辺多分意識されて練習してると思うんですけど、はい、やっぱり大事って自分でも思ってますか？はい、B2M に通ってから夏の大会が終わってから通い始めたんですけど、そこから打球さら、はい、に上がって、はい、打球も良くなったりして。目標としてる選手っていいますか、まあ、プロでも中村拓也。おお、なんかここに来られたんですもんね。はい、はい、柔らかいところと、あの力感もない。あー、力感もない。はい、わかります。西武ファンですもんね。あ、僕ですか？ファンクラブめっちゃ入ってます。ね、地元っつうか住んでるところとこれなんで、小さい頃よく行ってて、はいはい、憧れたというか。憧れっすよね。すごい柔らかいですもんね、確かに。はい、力感なくそういう選手を目指しているということで、はい、え、守備位置はどこなんですか？守備位置は基本ファーストなんですけど、今は、はい、サードもやったり、はい、ガイアもやったり。ああ、もういろいろやって、はい、いろいろ経験を積むというか、はい、そうですね、やってるんですね。まあこれから、まあ今12月ですけど、はい、まあ来年、まあ新学期で、まあ高校に上がると思うんですけど、はい、どういう選手になりたいとか、まあ高校行って、やっぱ1年生でやっぱレギュラー取るっていう気持ち多分あると思うんですよ。はい、まず一番の自分の目標は、日本の4番っていうのが、うん、これはもう野球始めたきっかけでもあるので、はいはいはい、日本の4番になりたいっていうのと、まあ、高校での目標は厳しいっていうのは分かってるんですけど、やっぱ1年生からどんどん試合に出て、どんどん打って、最終的な目標は全国制覇と、はい、アンダー18だったり、はい、あとはドラフト1位。ドラフト1位、ドラフト1位、ドラフト1位が目標です。あ、目標ですか。はい、練習相当してると思うんですよ。はい、さっきもあの T やってましたけど、はい、T も普通の T じゃないんですよ。良平ちゃん、わかる？わかりますよ。普通の T じゃなくて、もうなんかすげえ足開いて、すっごい低いところをこうなんかあの坂本選手のような感じで振ってました。はい、あれやっぱ辛いですか？僕たちやったことないんであれですけど、やっぱ辛いですよね。辛いです。この選手と見比べてもやっぱ迫力も違うし、うんうん、打球の強さももう何本もこう打ってるけど打球とは違ったんですよ。そこはやっぱりそういうあのジムとか通ったり、まあ、日頃たくさん振ってるところが出てるんじゃないかってすごい思ったんで、ちょっと今後に本当に期待してるんで頑張ってほしいなと思います。はい、本日は小野勝利君に来ていただきました。小野君のさらなる発信をね、はい、期待しておりますので、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。プレゼン企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で現代モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募お待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。
しゃっててもこの手で塗り替える